どうも、しゅんです。こんにちは。竹本萌子です。はい、ということでですね、僕は今日、Yahoo さんのオフィスにお邪魔しています。で、竹本さんはですね、実は、Yahoo で働きながら、個人での活動も、ですか、精力的にされてて、キャンキャンのモデルであったりとか、芋野球少女から、社内で働くキャリアウーマンみたいなところで、なんか、昔の、なんですか、野球やってた時の写真とかがすごいバズってて、すごく、なんですかね、有名な方です。ということで、今から竹本さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、なんですかね、今、Yahoo のオフィスを歩いてるんですけども、黄色いやつがある。あれ、バットなんです。ちょっと、せっかくなんで、振っていただいてもよろしいですか？まあ、せっかくなんで、ちょっとしゅんさんの希望であるなら、はい、おー綺麗ですね、スイング。じゃあ僕もしてもいいですか？はい、ということで、こちらの牛に座らせていただいて、何ですかね、OB 訪問的な、あ、OG 訪問ですね、OG 訪問的なことをお聞きできたらなっていうふうに思うんですけども、今、竹本さんは Yahoo で働きながら、個人での活動も突き詰めていらっしゃると思うんですけども、なんですね、今日はですね、竹本さんが実際に今、Yahoo さんで働いていての、何ですかね、実際の本音のところをお聞きできたらなっていうふうに思っております。はい。でですね、今の竹本さんの働き方的にどのような働き方で今ヤフーさんで働いていらっしゃるんですかね？働き方、はい、働き方、平日は普通に、はい、まあ、大体10時までには来て、はい、7時ぐらいまで働いて、うん、で今日とかは、ね、これ仕事終わり、はい、ありがとうございます、来ていただいて撮影してるんですけど、はい、とかあと土日に副業をやったりとか、はい、って感じ。めちゃくちゃお忙しいですよね、そう考えたら。いやー、まあ、そうでもないですね。よく言われるんですけど、はい、そんなに忙しいみたいな感覚はないです。あ、で、なんか僕単純に気になるんですけど、ヤフーさん的にそういった働き方は、はい、なんていうんですかね、許してくださるんですかね？副業。副業、はい。副業は一応推奨ではないんですけど、はい、ここはすごくなんか重要なところで、推奨ではなくて、はい、一応容認っていう感じで。あ、推奨ではないけど許して、まあ、容認っていう、容認っていう形で、はい、認めてもらってます。あ、じゃあ別にこれといった支障もなく活動を続けられるっていうことなんですね。すね、あ、はい、いいですね、それ。すごく自由で働きやすいなと思います。あ、入りたい。はい。竹本さん自身が就活生時代で実際入社された後ってまた違うと思うんですけども、入社前後のギャップみたいなものはありましたか？そうですね、いいのか悪いのかわからないんですけど、はい、あまりギャップがなくて、はい、なんか結構人の良さに魅力を感じて入った部分があるんですけど、はい、そこにギャップがなくて本当になんかいい人がいっぱいいる本当ですか？会社だなって思う。いい人って多分綺麗だからですよ。いや違う、本当に本当に、ね、いい人なんですよ。本当ですか？そのいい人の基準ってどんな感じですか？ヤフーさんに働いてる方はいい人が多いって言うんですか？本当ですか？すごい突っ込まれるんですけど。どういった感じの？そうですよね、いい人ってなんだっていう。人格的にってことですか？人格的に、なんで優しいというか穏やかというか、うん、誰に対しても竹本さんだけにではなくってことですか？あ、丁寧ですね、すごい。なんか一つ一つのなんか教えてくださる時もそうなんですけど、はい、なんか丁寧だなと。なんでなんですかね、そういった教育制度があるのか、もしくはそういう人材を結果的になんか採用されるような仕組みがあるのか、どっちもなんですかね。なんですか、これも私の勝手な個人的な、はい、解釈なんですけど、やっぱ、はい、みんなそういう風に育てられてるから下の人がどんどん受け継いでっていう文化が、はい、もしかしたらあるのかもしれない。今は何ですかね、今実際に働いてみて、うん、ヤフーさんのなんか魅力っていうのはどういったところにありますかね？そうですね、さっきもちょっと言ったんですけど、はい、かなり自由だなっていうのは思います。デスクもフリーアドレスって言って、はい、席は固定じゃなくて、そうなんですね、ここでどこに座って働いてもいいっていうふうに思っていたり、はい、だとか、
あとは結構最近は増えてると思うんですけど、フレックス制で、はい、あ、何時出社とかじゃなくて、そうです、決めなくていいってことですか？10時から3時までがコアタイムで、はい、そこはいなきゃいけないんですけど、それ以外であれば、まあ、いつ帰っても来てもいいよ。そうなんですね、はい、じゃあ例えば3時に朝7時に来て3時に帰ることも可能っていう。そうですね、いいですね。本当にそんな感じだから、ちょっと副業とかがあるときは早めに帰ったりとか、はい、まあ、まだちょっとやってないんですけど、はい、そういう働き方も全然できるな。ああ、いいですね。そう考えたらなんか自由である一方、なんか大きい会社であるがゆえに、例えばやりたいことが、やりにくかったりとか、なんで裁量権を持ってできにくかったりするイメージがあるんですけど、例えばスピード感とかも若干いろんな許可が必要でみたいなイメージというか僕の実感としてあるんですけど、そういったところはヤフーさんの場合どういった感じなんですかね。まあもちろん部署によると思うんですけど、うんうん、そう、結構部署が多くて、部署によってもカラーとかは全然違うと思うんですけど、さっき俊さんがおっしゃった通り、はい、いろんな確認を取らなければいけないっていうのは結構そうで、結構インフラ的な部分もあるので、はい、間違った情報だとかを伝えないように、結構安心安全っていうところは意識してる会社だと思うので、はい、そこは徹底してるなっていうふうには思います、ね、あ、そうなんですね、はい。だけど一方でなんか僕も今回動画撮らせていただく際にめちゃくちゃスピード感持って撮影までも行けたんですよね、うん、っていう点でめちゃくちゃなんていうんですかね、スピーディーに対応してくださるいい会社さんだなっていうふうに思いました。確かになんか一人一人のスピード感はすごく速いなっていうふうに感じますね、うん、やっぱフローに時間がかかる分そういうところでこうバッとやってるな、やってるんだろうなっていうのは感じますね。なるほど。ヤフーさんの魅力としてなんか他にあるとしたらどういったところがありますか？そうですね、他に言うと私これ、入社の理由の一つでもあるんですけど、はい、結構なんかヤフーとやっぱ検索っていうイメージが結構 あると思うんですが、はい、いろんなサービスを実はやってるんですよね、はい、多分100個ぐらいサービスが。そうなんですね、はい、検索エンジンぐらいしか分からないです。ですよね、はい、まあ、それは仕方ないと思います。でもなんか意外とあって、はい、なのでなんか私は就活生の時に結局これがやりたいみたいなのが一つ決まるってことはなくて、なんかいろいろやってみたいっていうのが結構あったんで、まあいろんなことをやってる企業に入ればいろんな人の話も聞けるし、もしなんか別のことがやりたくなったとしても社内で移動の希望を出せばいいかなとか思って結構入ったので、まあなんかいろんなサービスがあるっていうのが一個魅力。確かにいろんなことができる可能性があるっていう、ね、うん、そうですね、やりたいことが一個に決まってなかった竹本さんにとってめちゃくちゃいい会社さんだったっていう、うんうん、確かにいいですね。じゃあその最後になんですけども、はい、就活生になんかメッセージ的なものがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。そうですね、メッセージ、自分が面白いなとか、うん、好きだなって思ったことを、はい、なんか今のうちから、今のうちってまあどれぐらいの方が見てるかわからないんですけど、はい、なんかちょっと思ったこととかをメモしとくのはすごくいいと思います、うん、なんかその時に感じた無意識なことが結構ヒントになってたりとかすると思うので、はい、そういうのだけをメモしといて、まあ、時が来たらそれは何でだったのかとか一個一個考えてみるっていうのは結構おすすめです。確かにその都度メモるっていう、うん、私はできてなかったんですけど、やっとけばよかったなって思ったことは、うん、そうです。確かに、はい、ぜひメモってくださいということで次回の動画では、竹本さんの就活時代のお話と実際になんかやってよかったこととか、あと使っていた就活サービスとかいろいろ就活に関してもっと特化してお聞きしたいなっていうふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで今日の動画は終わりです。あと下の概要欄に竹本さんの SNS のリンクを貼ってあるのでよかったら、フォローお願いします。ということで今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。バーカウンターがある。これバーカウンターですね。バーカウンターですね。使ったりできるんですか？でもバーする人を見たことないですけど。あ、こういうスペースもあるんですね。なんかシックな感じ でちょっとね大人な感じですよね。はい、
すごいな、図書館みたい。